はい、どうもこんにちは、ピアソのゆいとのんでーす。今回はうちがランチに行ってきた動画を、はい、撮ってきたので、どんなプレイをしたのかまあ一緒に見てやろうじゃないかと。そうそうそう、ゆいは一緒に行ってないんやけど、あの指導を受けながらね、おそんなすることあるかな、振り返れたらなと思います。いやでも俺ね、今マジで中華かぶれだから、いろいろあ、こここうした方がいいんじゃないみたいな感じで偉そうなこと言えるよ無駄に中華かぶれしてめんどくさいとなってるから、なんかうざいかもしれんけどまずは1試合目、空軍からね、見ていきたいと思います、はい、よし、じゃあこれでね、うち空軍。はい、なるほどなるほど。まあ相手はボンボンって感じかな。いや最近ボンボンがね、めちゃめちゃ強い。いや本当にね、せっかくチェイスしとっても急所狩りのせいで、もう一気に負けるみたいなことがめちゃめちゃある。そう、しかも最上位でも全然活躍してて、もうランキング1位とかもほとんどボンボンみたいな感じだから、ボンボンが今女王の次に来てる。あとね、ハスターもめっちゃ多い。あ、そうなんだ、うん、ハスターめちゃめちゃ多いし強い、普通に。あ、ハスター多いんだ、まあ確かに、まあ強いからな。最初ファーストステージが墓守やったんやけど、相性がめっちゃいいやん。いや強いね、これ墓守これでやれるんだ、これかわいそうやったよね、うん、最近俺が思うあの SS ランクサバイバーっていうのが、オフェンス、傭兵、祭祀で、その次に続いてくるのが墓守とかだと思うんだよね。今超コスとかよりも墓守の方が俺強いと思ってる。え、そうなん、うん、っていうぐらい墓守は強いんだけど、それに対してやっぱ強気に出れるボンボンはマジで強いなって今見てて思う。うん、でもこういうことがあるけん、やっぱオールマイティに使えるのは超コスなんかなって思うよ。うん、確かに。キャラクターに問わず、あのハンターのキャラクターに問わず使えるっていうね、うんうん、確かに。おー、かわいそうね、つえーね、ボンボンつえー、うまいね、この人。さあ、そしてこれで捕まってしまって、まだ暗号機はまだ1枚も上がってない。割と、まあ、割とではないか、半分ちょいぐらい進んだのかなっていうぐらいかな、うん、時間的には。で、あの S バッジのボンボンの人で当たったんやけど、はい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 、その時は傭兵番しとって、この方は占い師番よね。うん、全然俺は傭兵番の方がいいと思う。いや、そう、傭兵番されて2回救助狩りされて、うん、負けちゃったみたいな、うんうんうん、で、これね、あの超高士さんも救助人って傭兵も救助人って。おお、あ、またちゃん、ボンボン相手ダブル救助ね。でも、救助せずに離れてる。嘘でしょ。え、ないないない、その2人ダブル牽制は何ダブル牽制して救助をしないという。なるほど、もう多分無理と思ったんか、ダメージ食らいたくないみたいな感じで、まあ結果ノーダメだから、まずダメージ食らって救助できなかったよりは、まあまあまあ悪くはないかな。うん、でも、まあ、結局そうだね。そう、まあでもこの状態は確かにいいんかなとは思う、うんうん、3人とも無傷。まあ確かに確かにそうだね。うちのとこが回っとったけど、ハンターに来られた、まあ、あの段階で結局救助しても、まあ、チェイス持つわけないから、赤森が。そうやね。だからまあ、回復の時間が無理っていうふうに考えたら、今の方が正解だったかもしれない。しかも多分、この辺してたら、超越したの回やと思うしね。うんうん。まあ確かに。で、まあこれ、うまいね、これボンボン。やられていくと。うん、なんか頭突き取ったけんかな、今の気絶できたの。違う。いや、多分ね、足元も全部判定あるから。そうなんや。そうそうそう。若干足元が前に出すぎてる。と思う。なるほどね。いや、うまいね。俺もボンボン使えるようになりたいな。今の環境活動にはね、本当にボンボンだよ、みんな。え、ゆい使えるようになった方がいいんじゃない、それ。いや、って思うけど。気嫌いするだけ。けど、でももう少したらアントニオ来るから、俺はアントニオで行くつもり。ノーエー、やっと話が変わった。いや、あのね、もう今はもうアントニオだわ。あ、ほんと？うん。でも今既存のキャラクターじゃマジで勝てないわ。あー、ジョーでも魔女でも。ジョーは勝てるんだけど、うん、バンサ出る金か。魔女対策がみんなマジですげえ。え、でもジョー、うん、あ、でも確かそうか、ジョーバンする人多い、うん、そう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 。で、まあこうやってめっちゃチェイス伸びてる。そう、なんか結構うまくいって、うん、ただ、もううち興奮って分かっとったんよ。あ、興奮なのこれ。あ、ほんとだ。でも、まあいいやと思って言っちゃった。まあ、これ特質変更させてて、ボンボンって右上とかって結構多いから引き止められてないから、そう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 、だからここで使わせとけば通電後瞬間移動変えれない可能性あるから、全然打っても悪くないと思うけどね。そう、引き止めるないけん、ワンチャンここまでチェイスできたらあるかなとか思った。うんうんうん、なるほどなるほど。でもあの時、あ、さっき2人救助行ってるから一台分遅いのか。あ、そう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 、ね、で、うちのとこの引き継ぎが多分できてなくて、うち壊せるから、南やっとったけん、そうそう、なるほど、それで1台分遅いのか。うん、あ、でもやっぱ裏向きかな、普通にもう上がる寸止めっていう、ほぼ、うんうんうん、うん、で、上空さんが救助っていう。いや、いけるかどうかな、こっから負けあるからな、全然。でも、これ考えたら無傷であることが良かったなっていう。いや、うんうんうん、あ、待って、これうちかな。さあ、ここですね。ここからよ、ここから今一瞬、絶対これ狩られたろって思ってたけどナイス救助だったね。からね、勝つにはこっからさらにチェイスない関係の口。うん、うん、ハッチ逃げとかなんかうまいことしなきゃ厳しいもんね、これ。そうなんよ
今ハッチがないとやばいねこれ。ないね。そう、うちも墓かなと思って来ちゃったんだけど、なかった。そこを生かしていくにも爆弾が強いね。全然生かせてくんないね。残り1体でもう死んじゃうっていう感じはね。うんうんうん。でまあ最悪引き分けでいいかなってこの時思っとって。うんうん。いやでもすごい、うん、よくあの段階から引き分けまで持ってったら。そうそう。で死んじゃった。いやうまい。いいリモートだ。さあここでダウンして。でノーワンがないことを確認した調香師さんが、うんうん、多分ねあの通話つないだったと思うんやけど、ヨヘ、うんうん、さんにも伝わって。うんうん、でなんとねここで気づいたことにヨヘさんはまだ救助一回もしてないんよ。え最初してなかったっけ？あ一回もしてないか。してない。あ、高森ゼロ九だ。ゼロ九だでも。ええー、あ、なるほどなるほどね。っていうことは、ワンチャンあるのかこれは。そう、しかもボンボン的にもアスタゲートがアイトンやともや。うんうん。でも確かにそうなったらこっちするよね。でヨヘさんはデカペの方負けとったけん。うんうん。起きて。これねヨヘさんめっちゃうまかったね。おお、スイッチ食らってしまった。おおちゃんと見た。でちゃんとここを避けて、はい消えてボロ回っていう。うま。うまかった。あれこれ間に合うんかな20秒。うわこう見たら教会の椅子凶悪だな、うん。どっち側が両方空いてたら、そうそうそう両方20秒で間に合っちゃうんだ。でもちょっとこれ間に合うか焦ってないけどね。いや多分間に合いそう。間に合いました。っていう感じのまあミラクル勝ちと。うんミラクル勝ちしたっていう。いやこれは最初救助行かなかったあの判断ミスかなと思ったような判断が良かったね。うん、はいこれ2試合目です。うん、さあ今回はノンは。祭祀か、はいはいはい、うん、いや病院祭祀マジで強いからな。そう病院祭祀は、うん、もう即ピックレベルで好き。いやほんとねみんなね勝ちたかったか勝ちたかったらもう傭兵か祭祀かオフェンスもうその3キャラ使った方がいいよ、うん、もうそのレベルの環境一番この編成が流行ってると思う。調香師祭祀オフェンス傭兵、うんうんうん、これが一番安定なんかなって思う。いやめちゃめちゃ強いそれが、うん、救助もできるし、うん、チェイスもできるっていう。確かに確かに。さあここ1台分まだワープ残ってるか使って逃げていくと。そうそうそう、まあ、これはねちょっとズルでもあるよね院内の再生。いやでもねこれは正直タゲチェーンすればいい話だから。ああ。そう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 院内再生初手からおおっていう判断が若干ちょっと無謀ではある。あそうなんや、うん、まあ、しかもこの編成ってことでうちは左右にさせてもらっとる。うんそうそう全然左右でいいと思う。うん余計ね強いなっていう。さあもう少ししたらワープ。ワープはもうないか。ないね。さあ鏡出してくるけど、いいねいいね、ちゃんとそっち側行く方がいいね。うん、鏡と離れた方がいいんだなっていう、うんうん、とりあえずチェイス。とりあえずチェイス。でもそれでなんとかなってる。いやでもね、あのね、空振りを考慮に入れてなくて、そこの板行けたらよかったなと思ってんけど、うん、まあいいかと思って。まあ空振り期待するのはね、基本的にそのパンタン頑張らないと無理だからね。そうそうそう、うん、今思うとっていう話になるけど、うん、さあここで逃げて逃げて。まあ理想としては本当に3台分チェイスせんと重いパーティーではあるけんさ、うん、まあそうだね、うん、しかも左右持ってこさせてもらっとるし。確かに確かに3台分できなきゃなって。これねあんま、うん、お頑張った頑張ったとか思ったけど本体来ちゃってこれでね。あー気持ちね惜しくも失敗しちゃった。気持ちでもやったかなと思う。もうこういう鏡がない状況はねほぼ気持ち使ってると思うから、うん、う板にあえて突っ込むような動きしとく方が多分まだ時間稼げる気がする。あまだ安定なのはやっぱこうやって希望使わせる方がこの後 DD が取られにくいからいいと思いますね。最低限の全然できてる。よかった。ワンチャン伸ばすんだったら倒さない。3台分、うん、一応できたよね。でヨヘさんが救助に来るみたいな感じかな。オフェンス上がったらマジでねもう勝ちよサバイバー。あ本当に、うん、まあ、最初ヨヘ行って最後またねもう一回オフェンスが救助行ってでそれで普通にちょい粘着したらもう全然勝てると思う。そう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 、うまい。いい仕立てを使ってうまいよねこれ、うん、傭兵の方もで普通にこれはやられちゃった。あ惜しい、うん、この位置強いなと思った。見えんかったけんさどこにあるか。いやそうだよね。そう反対側向いといて、うん、目線だけで見えるんだよ。あなるほど。そうそうステイン隠しながら降りれるからか全然わからんかった。普段適当に行ったふりして下に下がればさ、うん、当たらんことも多いんやけど、うん、それができんかった今回これは。そうだよね。さあこれでうまく逃げていってでこれはハンターさんは圧をかけよったんかな多分。なるほどなるほど、まあ、ワンチャン傭兵多分ダブルダウンできればいいなっていう感じだったと思う。さあ残り2段上がりきるのかどうか。で調香師さんがこれぐらいでオフェンス、うんうんうん、あもう来とるね。傭兵さんがもう普通にここ回しよるって感じか。なるほどなるほど。これ惜しかったんよ。生存は振ってないか振ってなかったけん、うん、もがけんかったけど。さあここでオフェンス、まあこっからだよな。まあ残り2台分回せるかどうか。そうでもここ暗号機さ、うんうん、異常に変えたかなと思ったけど瞬間移動やった。あーなるほどね。ま
まあ、確かにここで異常にしちゃったら結構きついかもしれない。そう、うん、結構異常。でもこの間、うん、うまい工場で異常状態けど、うん、めっちゃ誘ってる。いや、あれ 5HS の影響やね、それ多分。あ、そういうことか。世界大会使ってたからね。使っとった ね、 ね。あー、そうやわ。さあ、ここで強かった、普通に。うん、まあ、工場あんまいらないからな、鬼没も。うん、あ、待って、これなしもしでもこれ完全になんか飛んでる感じ。あ、そう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 。でも回復もらって、うんうんうん、一回立て直しっていうことができたっていう。そうだね、もう安全に安全に。そう、一応ちょっと隠れときたいなってことね、うんうん、その方がいいと思う。回復をもらうっていうね。さあ、結構あんまり進んでないね、両方とも、うん、結構向こうのも進んでるかなと思ったけど。あ、ごめん、異常やわ。あ、異常、そうだ、異常だ。そうだよね、そうだよね。そう、立ち回り的になんか、あ、そうそうそう、うん、なんだこれはと思ってたけど。そう、めっちゃ減ったんよ、これめっちゃあったのに。うん、そうよ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 、異常にされたんよ。で、これで、うん、まあ、打ち狙われるって感じかな。なるほど、なるほど。回復しようかなと思ったけど、やばいってなって。確かに。で、私、こっちの方に回し出して、うん、追われとるね。なるほど。これ恐怖もらえそうやった。まあ、ここで恐怖やったらもうちょっとマジでやってるね。そうそうそう。さあ、しっかり逃げて、まあ、ここからまた院内だったら、でも追うことは多分できんなって言ってた。そうだね、そうだね、うん、でも追ってきたよ。そう、追ってきた、追ってきた。なるほど。まあまあ、さすがにあそこから守ることは不可能だと判断して、おー、ナイスですね。つけてもらった、これはもう勝てたなって感じ。まあそうだね、うん、よく粘りがあったサバイバー側が。そうそうそう。焦っちゃうとね、もう一気に持ってかれちゃうけど、うん、しっかりと回復したのが強かったわ。サイジ、それも強いよね、回復バフ。うん、おぉ、なってるけど。ギリギリなんか、視界から外れてた、ね、うん、危なかった、マジで。で、これはもう、向こう側ももに行ったけど、開いちゃった。開いちゃって、で、これやばいよね、これ。わかる。これまずいよ、めっちゃ。うん、ここから、あってなって。フェイスまだボールあるから、もう確定でキスできるんじゃない。フェイスは、あ、行かないのか。そう。まあ、怖いんよね、多分。まあ、確かに。ホームラン怖い、ね。ワンチャンあるからな。さあ、ここで、まあ、安全にもゲートから離して、つって言ってのは反対側に行くと。うん、なるほど、なるほど。振り返ったら面白いね、今の。いや、めちゃめちゃ面白い。見えるけん。あ、そう、これやばいってなって。いや、え、なんか知らないうちにやってんじゃん。そう、打ちやばかったよ、これ。ほんとやばいよ。やられとったよ。あ、うん、で、まあ、でもその位置だったら確定球絶対入るから。そう。まあ、多分大丈夫だけど。これやばかったよ、やっとったよ、うち、ん。で、まあ、勝てたっていう。なるほどね。うん。いや、いいじゃん、いいじゃん。まあ、っていう感じの今日はランク戦振り返り動画。はい。でした。はい。よかったらチャンネル登録お願いします。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あと、ツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。バイバーイ。